どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、アメックスからのね、チャージでお勧めさせていただいておりました、こちらのイデアなんですけども、残念ながらアメックスからのね、チャージ、ポイント満額ね、先日まで取れていたわけなんですけども、残念ながらですね、ポイント付与対象外っていうのがですね、発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、いやー残念ですね。はい。ということで、公式サイトね、こういった形になりまして、アメックスのね、公式サイトなんですけども、ポイント加算対象外の加盟店に、えー、突然ね、このイディアがですね、入ってしまいました。ということで、今後ですね、このイディアへの、えー、チャージに関してはですね、ポイント付与がね、まあ、もらえないっていうふうになりますんで、 皆さんね、利用されてた方いらっしゃると思うんですけども、こちらね、今後ポイントもらうことができなくなるっていうふうになりますんで、まあこういったね、マリオットアメックス、こちらプレミアムカードですけども、まあこういったね、クレジットカードからちょっとね、息子にシール貼られてしまったんですけども、まあこういったね、アメックスから発行している、まあ、クレジットカードからね、チャージしていただいても、今後ね、このイディアに関してはポイントがね、全くもらえないっていうふうになりますんで、 こちらね、注意してください。で、これね、変更になった日付なんですけども、 ちょっとね、これ4月のね、20日に、えー、分かったわけなんですけども、正直ね、何日に記載された、まあ更新されたのかね、正直わからないっていうふうになりますんで、まあおそらくね、4月20日だと思うんですけども、まあその前後にね、この対象外に、ねえー、なったのではないのかなっていう感じなんですよね。で、今回ですね、このイディアだけがですね、このポイント加算対象外が、まあ、発表されたんですよね。これがね、非常に私ね、不思議に思っておりまして、まあこの イデアにね、このアメックスね、えー、こちらはマリオットアメックスですけども、こういったアメックスが発行しているクレジットカードからね、チャージしていただくと、ポイントが満額取れていて、まあ今回ね、ポイントが取れなくなるっていうふうになりましたけども、いや、なんでね、このイデアだけ塞がれたのかね、非常にわかんないんですよね。というのも、私がね、その前からね、あの、お勧めさせていただいてたこちら、B4 さんありますよね。こちらもプリベイドカードで、まあ昨年ね、 ちょっと何月か忘れてしまいましたけども、昨年だったかな。まあちょっと前にね、チャージがね。 え、できるようになったんですよね。アメックスから。で、アメックスからチャージになって、こちらもですね、ポイント満額取れるんですよね。ですけども、今回ね、このイディアだけが、まあ、ポイント加算ね、対象外になって、公式サイトにもね、記載がされたっていう風になるんですよね。まあ、これね、ちょっと理由がね、なんかあんのかな、なんていう風に思っておりまして、このイディアっていうのはですね、まあ、私から、たちからすると、普通にね、プリペイドカードで、まあ、チャージして使うみたいなね、感じで利用されている方ね、多いと思うんですけども、もともとはですね、 ス,ミスマート積み立てアプリなんですよねこのイデアっていうのは2%のねボーナスがもらえるっていう風になっておりまして、まあ、中にはですね6万円の残高を残しておいて、まあ、その残高をですね 毎月500円チャージして、えー、維持しつつ、またね、600円レボリュートにね、流して、まあ、それをね、繰り返すだけで、まあ2、2%っていう風になりますんで、毎月ね、100円がもらえたりするんですよね、この、イデアっていうのは。まあ、こういった感じでですね、利用されている方もね、いらっしゃいますので、まあ、こういったね、ボーナスポイントみたいなのがもらえるから、まあ、今回封じてきたっていうか、もしくは、この、 レボリュートありますよね。先日ね、私が不正利を食らいましたけども、このね、イデアに関しては、このレボリュートにね、チャージすることができるんですよね。ですので、まあ、この二つがね、理由なのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。まあ、このレボリュートに関しては、まあ、ちょっと前にね、動画出しましたけども、チャージに対してね、手数料を導入するっていうのを4月17日にね、導入予定だったんですけども、結局ね、当日、えー、延期が発表されて、今もね、こちら、 チャージ手数料なしでねクレジットカードからチャージすることができるんですけども、まあ、チャージしたものがですね、まあ、レボリュートにね流せるっていう点で、まあ、こちらね塞いできたのかななんていう感じなんですよねちょっとこれがねよくわかんないんですよねこの B4 さんからですねレボリュートってチャージすることができないんですよねですのでだからこっちはね塞がなかったのかななんていうふうに思うんですよねまあ B4 さんが先に出て、その後イディアがね、あの、アメックスにチャージした、対応したんで、まこっちがね、先に封じられる、もしくは同時にね、ま封じられるのがね、ま一般的かな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、ま今回ね、イディアだけね、まぁ塞いできたっていうふうになりますんで、ま他のね、何か、ま理由があるんじゃないかな、なんていうふうにね、ま私は思っているんですけども、まちょっとね、いつまで続くかわかんないですけども、ま今後ね、 まあ私に関してはですね、この B4 さんもね、ちょっといろいろシール貼られちゃってるんですけども、まあ今後はね、こちら、えー、フル活用してね、利用していきたいなっていう感じなんですよね。この B4 さんに関しては発行手数料ね、無料で発行することができて、またね、アメックスからもチャージして利用することができます。またね、ポイントもね、満額取れますので、まあこれからね、まあ今回イデアね、塞がれてしまいましたので、もしね、B4 さん発行されたいっていう方は、まあ紹介コード、えー、入れていただいて1000円ね、 入金していただくと300円のね残高をもらえたりするねキャンペーンもずっとやっておりますのでまあ概要欄にね一応載せておきますのでまあ利用されたい方はですね こちらね、発行していただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、個人的にはですね、非常にね、スイカを私自身ね、使うんですよね。ですので、この B4 さんにね、チャージして満額ポイントが取れる。またね、このカード番号ですね、普通にスイカアプリ、まあ、スモとかもそうなんですけども、まあ、こちらでチャージしてポイント満額が取れているんで、まあ、その先ですね、スイカとかパスモとか、またペイペイとかも登録ね、25枚まで利用することができますので、まあ、そういった感じでね、利用する際にポイントが取れるっていうのはですね、 個人的にはね非常に重宝しておりますので、まあ、今後はね B4 さんに完全に切り替えてね利用していきたいななんていう風に思っているんですけども。 いやねまさかねこんな早くね対応入るっていうのとまたね今回ねポイントがえ半額とかじゃなくて完全にゼロっていうふうになりますんでまあカード決済の修行とかのねカウントは、まあ、もちろん入るわけなんですけども、まあ、ポイントはね一切もらえないっていうふうになりますんで、まあ、今後ねこういったマリオットアメックスとかねヒルトアメックスのね新規入会キャンペーンパワーアップしておりますけどもこのね アメックスから、まあこのイディアっていうのはですね、チャージね、しない方が、まあいいのではないのかなと思います。まあ、ポイントはね、もらえないっていう風になりますんでね、ちょっともったいないですよね。で、今後、もしね、アメックスから、このレボリュートにね、流したいっていう方ね、まだ中にはいらっしゃると思うんですよね。その場合ね、どういうルートがね、おすすめなのかっていう話なんですけども、 アメックスからですね、キャッシュってありますよね。キャッシュ。ちょっとこれにね、カード出しておきますけども、アメックスからキャッシュ。で、キャッシュからレボリュート。このルートがね、まだ生きてると思いますので、まあそういうルートでね、利用していただければ、まあレボリュートへのね、道は、まあ、通じているっていうふうになるわけなんですけども、まあ残念ながらですね、 アメックスからね、キャッシュっていうのはポイント半額っていう風になりますんで、マリオットアメックスプレミアムカードの場合は、本来ね、100円で3ポイントですけども、200円で3ポイントっていう風になりますんで、まあ、この点だけね、ちょっと残念ポイントではあるわけなんですけども、まあ、レボリュートにね、いけないことはないっていう感じになりますので、まあ、この点はね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。またね、このレボリュートに関してはですね、これね、私の妻にメールが来たんですけども、今ね、このレボリュートってマスターカード からチャージすることできないですよねですけれども今ね一部段階的にですねメール来た方限定でマスターカードからの、ね、チャージ再開しているっていうふうになりますんでもしかしたらね今後またね au pay プリペイドからもね、チャージできるかもしれませんので、まあ、この点はね、一応覚えておいていただければなと思います。ルート的にはアメックスから au pay プリペイドで、au pay プリペイドからレボリュートっていう感じですね。残念ながらね、au pay プリペイドからレボリュートのね、ポイント還元っていうのはなくなってしまったんですけども、まあ、キャッシュと同様ですね、こちらのルートもね、一応利用することがね、対象者限定にはなりますけども、まあ、できるっていうふうになりますんで、メールね、来てないかどうかはですね、ぜひね、チェックしていただければなと。 と,思いますということで今回ですねアメックスからイディアにチャージするとポイントがね今まで取れてたわけなんですけども。 今後はねポイント加算対象外っていう風になりますんで解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね対象になったのはこういったねアメックスが発行しているクレジットカードですねこちらねマリオットボンボイプレミアムカードですけどもそれ以外にもヒルとアメックスまたねプロパーだったりデルタスカイトラベラーペルソナってありますけどもあと ANA カードか ANA アメックスですねこちらもありますけども、まあ、ここら辺のカードがですね今回対象っていう風になりましてこちらのね出方カ,カードで セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカード。まあ、こういったカードはですね、こちらね、まあ、デカデカとね、センチュリオンマーク書いてありますけども、このカードはね、今回紹介させていただいたポイント加算対象外っていう話自体がね、まあ、対象外。まあ、これね、発行している元がセゾンカードなんですよね。まあ、こちらはアメックスが発行しているクレジットカードっていう風になりまして、まあ、今回の解約はね、アメックス側っていう風になりますので、今回ね、セゾン側はね。 別のね、えー、会社の話っていう風になりますんで、まあ今後もね。こちらからイディアにチャージしてもね。ポイントはもらえるっていう風になりますんで、まあ、この点はね、えー、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方いいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私もツイッターやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ